安倍総理大臣は衆議院予算委員会で、桜を見る会の招待者を安倍事務所で推薦する際に、昭恵夫人の意見を聞くこともあったと明らかにしました。昭恵夫人との関係なんですが、さまざまな趣味の会とか、あるいは名刺交換をしたら、それから数年にわたって招待状が届いたということであります。これはどういうルートなんですか。名刺交換すれば必ずですね、招待状が行くということはありません。各会で活躍されている人を幅広く把握する観点から、妻の意見を聞くこともあったところでありまして、妻の意見を参考として、事務所の担当者に、私の意見を伝えたところで、あります。安倍総理はこのように述べた一方で、招待者の推薦はあくまでも事務所が行ったものだとして、昭恵夫人の直接的な関与はなかったと否定しました。